はい、ノモベレスパサカやっていきたいと思います。はい、本日は無冠高校でカルロス入りのセンターフォードを作っていきたいと思います。デッキの方は進路青木青野で見せカズ、カルロス。この6人でやっていきたいと思います。で、バッチの方は春の知らせ持ち込んでやっていきましょう。はい、そして今日はね、夜渡り上手受けてまして、アイテムの方はバードリド、招き猫を持ち込んでおります。では、やっていきましょう。で、今回、デッキ編成的には、カルロスを借りさせていただきました。まあ、その理由はと言いますと、手持ちでね、赤、黄色、緑、青、すべてを揃えたいということで、借りるとすれば、進藤、青木、そしてカルロス、このどれかだったんですよね。で、得意練習頻度が確かカルロスは50で伸びるということだったので、カルロスをフレンドで借りさせていただいて挑んでいきたいと思います。はい、今回カルロスなんですけども、借りることによって青枠が3枠ということで、青でラインが揃えやすくなりました。まあ、これはね、結構でかいんじゃないのかなと思っています。赤、黄色、緑、まあ、このあたりは、まあ、自前で持ち込んで、それ以外を青で固める、これがね、やっぱり筋力ビーチを稼ぎやすくなる秘訣でございますので、まあ、今回はこのデッキで挑んでいきたいと思います。はい、ではまずはフィジカルからいきましょうか。はい、進藤くん、青をしっかりと使っていきましょう。はい、そしてここも青でいいな。でもメンタルの方がいいかな？体力の温存的にはメンタルの方がいいかもしんない。ね。はい、ではこれはメンタルでこれでいきたいと思います。はい、ではメンタルいってしまいましょう。まあ、ちょっと評価を上げたいからできれば青の進藤を踏んでいきたいところなんですけども、まあ体力も大事なんでね。はいはい、そしてテック、微妙。はい、これはここですね。オフェンス行きます。オフェンス行くんですけど、とりあえず青枠で固めていきます。はい、青ラインですね。はい、ではオフェンス行っちゃいましょう。そして進藤を評価上げてほしいな。ささっと評価上げてタック来るようにしてほしい。はい、 OK です。ナイス。このチームメイトの評価ありがたいよね。うん。序盤からスタートダッシュ切れるのはありがたいです。はい。青木くん、イベント切っておきます。これはね、前にあと4なんで、福井部切れるとこは切っといた方がいいですね。はい、ではこれメンタル行きたいところなんですけど、このまま行こっか。うん、ここは何もなしで行かせていただきます。まあ、進藤くんね、体力の回復量大でもありますんで、うん。まあ、メンタルでいいでしょう。ここは回転数貯めておきます。はい、そしてここはメンタルでもいいかな。うん、青で揃いますね。はい、ではこれでメンタル行ってしまいましょう。行きまーす。はい、そして進藤くん早めに評価。あー、監督か。まあ、進藤はね、評価くれれば、ね、早めにオールマイティ集めれるというのはあるんでね。できれば青の進藤は練習後イベントに来ていただきたいです。まあ、レムリア水産高校とかに比べればね、優先度は低いです。うん、優先度は低いけど、まあ、来てくれれば、進みやすくなりますよという感じになってくれます。はい、無理やり4を真ん中にしましたということで、これはオフェンス行かせていただきます。はい、で、練習後イベント来てください。はい、2列ね。はい。あ、来ない。残念。はい、体力回復ナイスです。ナイス、体力回復バッチリ、OK です。お、いいじゃん。フィジカルいいじゃん。で、これできればオールマイティ使っちゃいたいなぁ。こうでいくか。4を真ん中にすることはできないけど、これでいっちゃいます。はい、OK です。で、進藤くん動いていきますね、と。はい、そして、フィジカルし、お、いいね、フィジカルいいね。これもう一丁、2列でいきますか。青枠が揃っていきますね。うん。まあ、4を無理やり真ん中にしないけど。はい。無冠レボリューション。OK です。ナイスです。カラーボーナス乗りましたね。もうすでに9回乗りました。OK。で、3160。こっからはオフェンスタック、メンタルタックでカラーボーナスを揃えていく。これが大事。で、ここはカラーボーナス乗らねえな。乗らないけどな。はい、能力の方をしっかりと上げておきましょう。このここは、まあ、オフェンスタックは、バン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 来ると思うけど、やっぱ、敏将はね、カラーで稼ぐしかないんで、しっかりと稼いでいきましょう。そして、筋力、ね、ガソリンタンクのために、やっぱ筋力必要になります。筋力精神が必要になりますんで、余分に筋力を稼いでいかないといけない。それも、できればね、うん、青の筋力150で、稼いでいければ、ベストだと思ってますんで、しっかりと稼いでいきましょう。はい、ではこんな感じで行ってしまいますね。はい。では、メンタル。
うん、これでいいね。これでラインは揃います。アイデアこれメンタルいってしまいましょう。青以外は結構周りに溜まってきましたね。まあ真ん中に青が滞留するのはありがたいことだけど。アイシンドナイス評価 OK で、青木くん進んでいきますね、ということで OK です。これは金属、金属は拾っていきます。しっかりと拾っていきましょう。はい、そして青の店動いていきます。 OK、 前指はね、前になんで余裕で終わると思うけど、それ以外はしっかりと終わらせていこう。で、これなんですけども、まあ無理やりこれでいったらいいかなって感じはしてんだよな。はい、これでメンタルいっちゃいたいと思います。ちょっと緑もいけるかな、いけそうだな。緑も揃えていきます。はい、ではこれでメンタルいってしまいましょう。 OK です。で、黄色赤、あと1ずつぐらいは乗せといた方がいいよね。オフェンスの練習レベル上げときたいんでね。3、8とかはさすがに厳しいと思うけど、1ぐらいならいけるはず。どうすかな、微妙だな。これ、メンタルいっとくのはありっちゃあり。いや、このまま踏むか。とりあえず、振動を盤上に出しておいて、行ってきます。はい、で、店、動いてきますね。OK です。はい、そして、メンタル微妙。オフェンスも微妙。テクかな。黄色揃えたいけど無理だな。はい、ではこれでテクいっときます。OK です。いいね。はい、ちょっとオフェンスサッカー来てませんが、しっかりとハマるようにしてください。はい、カルロス OK。進んでいきますね。で、青野くん。はい、金属進んでいきます。青の店、早めに終われば精神触れるからね。あ、いいですね。スピードがいい感じ。スピードが非常にいい感じ。で、どうするかだなぁ。いや、ちょっと待って。ちょっと待って。これ4をどこで持ってくるか。ここまでやるなら真ん中に4にしたいんだよな、できれば。できれば4を真ん中にしたい。無理だな。まあこれでいっか。これでいきます。はい。では、スピードいきましょう。はい。まあ、敏捷は今回余裕そうだな。ここまでライン揃えてるからね。この調子でいけば問題なさそうだ。はい。では、スピードいきたいと思います。できればね、ディフェンス100までいきたいんだよね。前線からのディフェンス結構ありだと思ってるんで、100までいきたいと思ってます。はい。数。トレーニングだ。行ってきます。はい。そして、メンタルいくのもありだな。青枠増えるならメンタルいくのあり。いっときますか。はい。いってきまーす。はい、OK でーす。はい。で、進度は進んでいきます。OK です。はい。体力消費はいらんけど。はい。メンタル。これは2動かしていこうか。はい。では、これでいってしまいます。いきましょう。OK です。で、メンタル。うん、メンタル揃ってるね。てか、オフェンスに全然来てくんねえな、振動。まあ、メンタル来てくれてるだけありがたいんだけどね。はい、で、敏捷が触れてますね。触れてますね。かなり触れてますね。で、とりあえず上げときます。はい。では、これでメンタルいっちゃいましょう。はい、OK です。いいですね。はい、振動。オッケーオッケー。どんどん評価上げていこう。オールマイティーしていこう。はい、で、青野くん残り1回。青野くん刺さったわろう。で、ミセ君もあと2回だからね。毎秒余裕なはず。お、オフェンスタック来ましたね。オフェンスタック来ていただきました。で、ここなんですけど、赤も揃うね。これ、黄色も揃える?揃えちゃおうか。はい。赤黄色。これでオフェンスの練習レベル上がりますね。OK。
で、ちょっとこっからは能力をしっかりと振らないといけなさそうですね。溢れちゃう。溢れちゃうのは痛い。はい、ではこれで行ってしまいましょう。オフェンス行きます。はい、OK です。才能開花がカルロスあるのはでかいよね。技術が少しでも上限アップとしてるのは結構でかい。はい、やりやすくなります。はい、そしてメンタル。微妙。うん。微妙だね。そんないらんのだが。まあ、これで終わらしよっか。はい。では、メンタルいきたいと思いますが、ちょっと能力振っときますね。はい。オフェンス上げときます。で、スタミナも上げといて、民衆も稼げてますね。パワーも、意外と筋力出てますね、今回ね。意外とというか、あれか。やっぱカラーボーナスいってるから筋力出てんのか。はい。そして、カルロス福井部ですね。で、このターンはメンタル活かしてくれるとありがたいな。次のターンできればオフェンス行きたいから。はい、メンタル行きます。これはもうメンタル行きます。で、号令2揃えれないことはないな。左下のオールマイティはいいや。それはちょっとさすがに遠すぎる。はい、じゃあこれで2列、ダブルラインで行きましょう。はい、OK。いいね。で、体力の方も安定してきております。はい、トータルボーナス。はい、数動いていきます。はい、OK ですね。で、ここで、青野くんが終わっていきます。で、ホイップキックは成功です。OK。で、ここ、うわ、オフェンスしょぼいな。ディフェンスか。ディフェンスか。ディフェンスか。なんとも言えませんね。ディフェンスか。ディフェンスか。オールマイティ使う?微妙なんだよな。これでいこうか。うん。次のターンにかけます。このディフェンスはそんなに、読んでもしょうがないからね。いいです。いきません。はい、で、青木くんが進んでいきます。で、経験点は13,462。まあ、無冠高校では稼げてる方なのかな。そしてバッチ。ナイスタイミング。いいですね。体力はこれで全開になってくれます。助かる。で、オフェンス、ナイスタック。今のさっきのね、踏まなくて正解でした。踏まなくて正解。これで2列取れるのは結構でかいよ。ありがとう。ああ、そういうこと?そういうこと。まあ、いっか。はい、では、オフェンス行きたいと思います。でかいタック踏ませていただきます。で、筋力はしっかりと振っておきましょう。で、敏捷も取っとかないといけないよね、という感じですね。はい、テクとスタミナ振って、能力上げていこう。はい。まあ、こんなもんでいいかな。うん。はい。では、オフェンス行きまーす。はい。デカタックナイス。いいね。筋力溢れちゃいます。まあ、しょうがない。それは仕方ない。はい。溢れてますね。うん。2、300溢れた。200ちょいか。はい。そして、オフェンスが、いけますね。いけますね。4真ん中の、OK です。ナイスで、でか、あ、そんなでかくないんだな。やっぱ青木くんがね、タックそんなに強くないからね。あれ、もしかして。ごめんなさい。民衆が80溢れました。あ、やっちまったな。まあ、しょうがない。それはしょうがないけど、メンタル。メンタル行くけど。はい、これでいっちゃいます。はい、そして、敏捷を振っていきましょう。ディフェンスも振っていきます。ディフェンスも100までいっちゃいましょう。余裕ですね、今回敏捷。ね、この後も敏捷は大量に稼げる予定でございますので、まあ、余るぐらい稼げんじゃないのかなっていう感じはしております。問題はこうなってくると技術精神だな。はい、メンタル。メンタルで良さげ。メンタルで良さげ。はい、ではメンタルタック行ってしまいましょう。で、技術精神もそこそこ稼げてんだよな。はい、ではメンタル行ってしまいましょう。OK です。ナイス。いいですね。で、振動 OK。オールマイティどんどん増えていくよ。どんどん増えていく。で、メンタル。
これはオフェンスでいいんじゃないかな。で、青の2列は揃えなくても良さそうだし。で、オフェンスに振っといて。はい、で、オフェンス行きます。行きましょう。はい、OK です。で、青木くん終わってきますね。失敗したー。そうか、テク上げてなかったか、俺。もしかして。テク上げてなかったか。はい、オフェンスデカタック。これは行きます。これは行く。これは行く、これは行く。で、敏捷な、触れるとこなくなってきたな。まあでも、狩人来たから狩人。でも、あと1なんだよな。ええんだよな。で、パワーもあと5。で、オフェンス。で、これは、4真ん中はきついな。4真ん中、そこの4は真ん中きついな。結構回数かかっちゃうんで。はい、これでいきます。はい、4真ん中。では、ちょっと待って。もうちょっと振らないといけないね。もうちょっと振らないといけない。何振ろう。とりあえずこれでいこうか。はい、では、オフェンスいきまーす。行きましょう。はい、OK です。いいですね。で、カルロス福井部終了しました。2回目終了いたしました。でもって、ここでオフェンスはもうカンストしましたよと。で、パワーの方も107ですよと。まあ、いい感じですね。問題ね。で、オールマイティ増えたね。ありがとう。ナイスです。で、これテクでもいい感じはするんですけど、まあメンタルだね。はい、ではメンタルいっておきます。いきましょう。まあ体力は回復させておきますね。やっぱ技術はもうオフェンスで稼ぎたいです。できるだけね。テクで稼いでると本当に技術余っちゃうからね。はい、で、もう早くもフィジカルモンスターいただきました。はい、ね、これもメンタルか。これもメンタルですね。はい、オッケー。メンタル行きましょう。はい、行きますが、ちょっと精神振っときます。カリウド振るよりこっちだな。で、それ以外もちょっと振っておきたい感じはしてるんですよね。はい、ではこれメンタル行ってきます。オッケーです。敏捷をドアマリするかもしんないな、今回。ね、ちょっと取りすぎてる。取りすぎてるとか、取れすぎてるというか。オフェンス踏みたいけどな。ダブルタックでしょ？カラー気にせずはやめた方がいいな、やっぱりな。どうしよう。オールマイティ2個使いたいよな。やっぱり、オールマイティ2個使いたいっす。いや、ちょっと待って。こうしかないか。はい、ではこれでオフェンス行きたいと思います。で、技術の方も出ています。稼げてんな。稼げてんな。出てますね。テントリア早く終わってほしいな、テントリア。テントリア。テントリア早く終わってくれないと、ちょっと、経験では振りようがないかもしれない。筋力、ガソリンタンクも終わってないからね。筋力精神が後でちょっと苦しくなる可能性はあるね。はい、数。さすがに数は成功でしょう。え？マジ？数失敗するんだ。まあ、占領役者。数と青木くんが失敗がちょっと予想外だな。ちょっと想定外です。はい。で、ここは素直に休もうかな。ね。もう行きたいところがなさすぎた。まあ、ドリンク飲んでもいいっちゃいいんですけど、本当に行きたいところがなさすぎた。金徳が2個落ちたのは痛いけど、まあ、このデッキ強えわ。経験点3万点超えてんじゃない？もうそろそろ。もうそろそろ3万超えるぞってレベルで稼げてる。はい、カルロス、あと1回。早めに終わろう。筋力の振るとこ作りたい。あ、ナイスバッチ。はい、店終わっていきます。はい、店くんはさすがに成功ね。オッケー、鬼キープゲット。で、これはフィジカルでもいいけど、メンタルでもいいな。
ディフェンフィジカルかな。これでいっときます。はい、これで1万の中にできます。あまり青の聖域は崩したくないけど、まあ、これでいきましょう。はい、OK です。まあライン数的には余裕があるんだよな。余裕があります。はい、で振動早めに終わろう。テントリアは欲しいよ。長距離砲は後で、全然後でもいいんだけど、テントリアはさっさと取っちゃいたい。で、これメンタルいってしまいますが、4がそんなとこにあるのか。稼働で行くの嫌だし、もうこれは回転をかけましょうか。待てよ、これ。一応10時にできなくはないんだな。一応10時にはできなくはない。でも、すごい回転数使うな。まあ仕方ねえか。まあ仕方ない。で、店くん、はい。あ、店くん終わってるわ。じゃあ精神触れるね。OK です。はい、ではこれメンタルいっちゃいましょう。OK です。ナイス。で、経験点どれぐらいいってる？てかもう、敏捷化先いってるのがマジででかいと思う。敏捷がもう稼ぎきれてるレベル。あれ、33,694出てますね。稼ぎきれてるというよりか、敏捷化先きれてるというよりかは、もう、こっからでも十分に余裕っていう。普通にやってれば余裕っていう。ね、でかいです。あざす。で、これ4では足らないんだよな。4では全然足らねえんだよな。黄色揃えようか、これは。うん。はい、ではオフェンス行きたいと思いますが、ちょっと精神振っときますね、と。はい、雷神。シュート力。狩人も振りたいけどな。あとだな。で、ど根性。タイエース。いいね。はい、ではこれオフェンス行きたいと思います。行きましょう。ちょっと回転数貯めないといけないなと思っておりますが、まあ、なんとかなるっしょ。アイカルロス終わり。ガソリンタンクゲットでございます。OK。いいね。で、体力回復。ナイスタイミング。いいですね。これ下選ぶと体力回復なんで、これは絶対下選びましょう。はい、そしてオフェンスがすごい、いいね。このままで踏めんのか。でもメンタルもいいな。メンタルもすごいいいなって感じなんですよね。ね。このままで踏みたいぐらい。はい、ドリンク飲んでオフェンス行きましょう。メンタルいいけど、まあ、オフェンス。まあ、体力は多分足りると思うからね。で、とりあえず、能力的には結構触れてるよね。まあ、テクニック104なんて一瞬だしな。で、これは、青で2列作りつつ、4万の中にはできてるからありがたいね、と。はい、OK です、オフェンサック。まぁ、ちょっとカルロスがね、技術ボナーちょっとしょぼいけど、しょぼくはないか。しょぼくはないけど、ちょっと技術稼げないんで。はい、ナイス。もう、OK。で、メンタル。おー、メンタルに来ない。メンタルに来ないっすか。ちょっと微妙だなぁ。ちょっと微妙だなぁ。筋力の稼げるところがないんですよね。実際。いや、稼げるところじゃない。振るところがないんですよね、今。テントリアが、あ、ガソリンタンク終わってるか。ガソリンタンク終わってるのであれば、これを振っときたいな。おそらく、筋力敏捷も余るんだよなぁ。無茶して振っていいと思うんだよなぁ。これでいっちゃおっか。で、フィジカル行く？いや、なんか微妙な感じがするんですよね。これでいっとくか。はい。フィジカル行きたいと思います。OK です。で、メンタル。あ、メンタル来ない。来ない。微妙です。あ、これメンタルでよくね？これメンタルでよくね？あ、で、筋力取れないか。はい、で、何行きますかと。まあ、これでいっか。はい、ではこれでいきます。メンタル、いっちゃいましょう。はい、回転数も5溜まるからありがたいですね。ナイスです。はい、で、振動終わり。あと点取りは取れますね。これで点取りは取れます。OK、長距離砲もゲットでございます。
で、体力回復。で、ここで野生の嗅覚の決定力、骸骨ですね、もらっておきましょう。で、テントリアをがっつりと取っていく。精神、メンタル。うん、来ない。あ、オフェンス、微妙だな。オールマイティがすごい増えてるのは、やりやすいけど、これはオフェンスいくか。ボーナス乗ってるのはありがたいけどな。どうしよう。でもこれ、3を真ん中にしないといけないんですよ。3を真ん中にしないといけない。こうすればいける。でもまた回転数使うんだよな。はい、これでいきましょう。敏捷は余るで。余る。筋力も余る。問題は技術、精神。なんでメンタルタックでいいんですよね、あとは。マジそんなもん。はい、ではオフェンスいきましょう。メンタルタック。メンタルタックは来てほしい。はい。ハードワーク。はい、メンタル来ましたね。うわー、メンタルでもしょぼいな。このメンタルは。このメンタルは回転数がすごい、マイナスなメンタルですね。はい、で、テントリアは取れました。で、あとガソリンタンクなんで余裕です。そうだね。すごい。回転使っちゃうけど、まあこれしかしょうないんだな。はい、メンタルいきます。はい、 OK。 体力は回復しております。 OK です。さあ、もっと精神技術稼いでいこう。はい、お、ナイス。それはナイスだわ。これは今までで一番いいものが来ましたね。ナイスです。もう回転数使わずにいけるのは本当に楽。ありがとう。で、野生の嗅覚もいっちゃってもいいけど、雷神もね、そろそろ終わらせたいんだよな。はい、ではメンタルいってしまいましょう。はい、ナイスですね。体力も回転数も回復していきます。で、チームメイトの評価上がっていきます。OK です。で、これオフェンス、ああ、このまま踏んじゃう？いや、ダメだな。これはテクニックか。いや、なんとか5、5を真ん中にしたい、これ。テクニックなら。でもね、精神稼ぎたいんですよね。ねえ、オフェンスいっちゃうか。うん、これは、オフェンスかな。ここはカラーボーナス乗らないけど、オフェンスいきましょう。もう、敏捷は稼ぎきってるから、いいよ。こんなところでカラーボーナス出なくても変わんない。それより回転数がなくなる方がちょっと怖いね。はい。では、サクッとピンちゃん、いきたいと思います。カリウドも、ライジンもあと1ね。いきましょう。はい、終わりました。無事終わっております。ということで、さあ、あとはここでオフェンスのでかいタックが踏めるとありがたい。はい、ナイスタック。ナイスタックですね。まあ、ちょっと、あれいないけど、皆さんいないですが。高校キャラいませんが。まあ、これは、はい。オールカンスト。あざっす。いいっすね。筋力技術精神振らないといけないっすね。まあ、余裕なんだよな。余裕なんですよね。まあ、精神は正直、焦ったとて。ね、こんな感じでいいかな。まあ、溢れるけど、いいです。はい、ではオフェンス行きましょう。はい、ナイスタック。いいですね。はい、敏捷も稼げてますね。スピードスター取れました。はい、90です。OK です。で、次どこ行くかなんだよな。この後どこ行くか。どこ行こう。技術が欲しいかな。強いて言うなら技術かなとは思ってます。敏捷も、まあ、技術敏捷？テクいく？筋力はだだあまりなんですよ。筋力、精神ももういらないと思う。技術だな。
じゃあ最後調整でテクニックタックでも、いやでも微妙だなこのテクニックタック。オフェンスいっか、オフェンスいきましょうか。ね、これはいける、いや無理だな。あーボーナス使って終わらせるか、回転数を少なくするか。まあ、こっちの方が良さそうだな。これでいこうか。いや。回転数大事なんだよな。でもまあ、こうだな。1が近くにあるより、これが、ウォールマイティが近くにある方が最後終わらせやすい。はい、OK です。で、ここで最後はオフェンスタックは微妙。おー、テクニックタックですね、これは。テクニックタックいっちゃおう。はい。まあ、いいんじゃない？いいんじゃないですか。はい。青ラインが45まで行きました。これ、過去最高じゃないかな？結構行ってる方だよね。45ってなかなか行けないからね。今回は、青カラーボーナスが、すごい、行けました。はい。ありがとうございます。で、テクまで振り切って、あ、これ、痛かったな。変幻自在。変幻自在だっけ？なんか、金力2個失敗してるから。ね。1個は数の方はちょっとしょぼいけど、痛かったなぁ。ね。敏捷も余裕だ。45行けば余裕だな。でか、筋力余ったなぁ。筋力余った。空中戦もとってもいけそうな感じはするけど。あとは技術取って、ちょっとサブポジどこまで取れるかですね。はい、ではテクニック行くんですけど、ドリンクは飲んできます。はい、ではテクニック行っちゃいましょう。ファイナンスダブルタック。意外と技術が、まあ、今回テクニックだかそんなに踏まなかったからね。はい、テクニックいっちゃいます。はい、そしてサクッとピンちゃんいってしまいましょう。はい、まあ、こんな感じで、もう取れますね。はい、これでいきます。いきましょう。はい、3-0 無事終わってます。さあ、ラストはメンタルか遊ぶか。メンタルか遊ぶか。まあ、練習してもいいけどね。あー、勝負する？これ、ここで怪我したら大きな怪我引いて、最後笑われそうだけど。うん。特にないな。カルロス何くれる？コツ。コツ何くれる？いやー、微妙だな。遊ぶか。遊ぶと技術精神10だからね。はい、終わりました。無事終わっております。ということで、経験点は5万は余裕で超えてる。5万5000は言ってないけど、5万2、3000点かなって感じですね。まあ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 、やっぱカルロスは普通にタック的にも強いね。うん、敏捷はすごい稼ぎやすくなりました。はい、5万3000。はい、振ってまいりました。二金得落ちとなりましたが、もうほぼほぼ得のは取りました。まあ、ちょっとドリブルは20まで取れてませんが、XUS5 ということで、まだまだ伸びしろがあります。お、XUS6 まではいけて、サブポジ取ったら7、8といけるかなという感じでございます。はい、本日はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつべたー。